日英株式会社は、静岡県静岡市青区に本拠を置く企業で、映画館と不動産業を経営、運営している。映画館は、静岡東方会館という名称だが、いわゆる東方等との関係はない。藤枝シネプレイゴなども、この社の経営である。社名は、市内両外町に存在していた日本映画劇場を略したものである。 太平洋戦争が起こった1941年に、前身の会社である森岡新聞店が映画館事業を始めたのが最初。1955年には、日本映画劇場を七間町に移す形で、静岡東方劇場、静岡東映劇場を設立する。その後1983年、静岡東方劇場を改築する形で、 複数スクリーンを有する静岡東方会館を開館させた。静岡東方会館以下の映画館を運営する他に、鹿児島県鹿児島市のシネコンである、天文館シネマパラダイスへ業務支援を行っている。ラーメン店、焼肉店等のフランチャイジー静岡東方会館がある、静岡市青区七島城は、家だけではなく生活も映画館を運営し、映画の街として、 街づくりを行っていた。しかしながら、生活は2011年10月5日再開業の新静岡瀬ノ場にシネマコンプレックスとして移転し、生活が七間町で運営していた六巻球、スクリーンはすべて閉館された。ありがとうございます。